藤原聖子、天禄三年万十二年三月二十五日は、平安時代中期の人物。第六十七代三条天皇皇后。父は蔵右大臣、藤原成時、母は源の信光の娘。当初花山天皇から受代を壊れるが、父の成時が、古事、三条天皇の皇太子時代に、東宮妃として、受代、専用伝領母と称した。 美貌であったといい天皇の寵愛も厚く、厚明親王をはじめ、厚吉親王、厚平親王、諸明親王、東市内親王、古内親王ら四男次女を設けた。しかし、父、成時の死後は貢献も、弱く、ことに、左大臣、藤原道長が、娘の剣士を高級に送り込み中宮のに立てたため、その剣政に押されがちであった。 これに対して三条天皇は大納言で没した父なり時に右大臣を追蔵し、聖師を皇后に立てたが、立皇当日も同長の妨害に遭い、儀式に参列した苦行は、弟の道頭以外には藤原さねす藤原高江、藤原康平のみのわしさだった。その後、三条天皇の上位に伴い長男、厚明親王が五一条天皇の皇太子となるものの、 上皇の没後に、厚明親王自ら皇太子を、自居、また前五木の宮であった、長女、東市内親王が、藤原道政と密通するなど、皇后でありながら不遇な生涯を送った。父の成時から伝授を受けたことの名手であったという、ありがとうございます。